はい、12月の10日おはようございます。今チリのペルトリオトランキーロに来てます。今日はこれから、マーブルカテドラルのツアーに、参加しようと思います。現在7時半で8時からのやつに行こうと思います。で、天気回復してね、昨日雨降ってたんですけど、太陽めちゃくちゃ出てきてるんで、まあ、いい感じじゃないかなと思います。で、そこまで今寒くもねないんで、まあいいかなという感じですね。で、問題はね、ちょっとその後なんですよね。戻ってきたら、まあ、ちょうどチェックアウトの時間になるんで、まとめてチェックアウトするんですけど、そこからチレチコっていう街へ行こうと思って、昨日なんかその教えてもらった番号の人と、まあ、バン、乗り合いのバンみたいな感じなのかな、タクシーなんかわかんないけど、やり取りしてて、なんか最後の最後にいきなりなんかわけわからない、こう、ボイスメッセージみたいなのが来ちゃって、まあ、そんなわかんないから文章で送ってって送って、食ってからもう何にもね連絡来なくなって、結局なんかよくわからない、違うのかな、どう正し合ってんのか間違ってんのかわからないので、もうそれがね、どうにかしてほしいんだよね。行けないなら行けないでもう一泊するとか他のルートを考えなきゃいけないんだけど、そこが何を言ってるかがわからないんで、すげえ今困ってるんですよね。まあ、ちょっとそれを誰かに聞いてもらって、簡単に通訳してもらわないといけないかな。で、ダメだとしたらもうどうしようかなって。で、ここ、宿泊も高いんでね、正直泊まりたくはないんだけど、じゃあ午後からどっかで行けるかっていうと、正直バスもないのかな。まあ、とりあえずアルゼンチン側に抜けていきたいんですよね。なんだけど、それが、行けるのがなさそうで、まあ、昨日乗ってきたバスにそのまま乗って次のその町まで行くことはできるんですけど、そうすると全然また、なんだろう、アルゼンチン側ではない別の方向に行っちゃうんで、本当は東に行きたいんだけどね、ずっと南の方に下っていくだけなんで、そこから行ったとしてもその先がまたどうなんのっていう、結局そういう状況でもうどうしていいかわからんっていう、戻っても戻ったところでじゃあそこからどうすんのっていう感じなんでね、なんか本当にここは場所がなんだろうな、言い方悪いですけど、まあ、交通の便が悪いっていう、すごく不便なところですよね。なんかもう一泊だ最悪でするにしても、じゃあさって本当行けんのかっていうのがあるから、その辺も確認したいんだけど、まあ分かる人がほとんどいなくて、ここが一応バスターミナルって言われた、ここで聞いてみたらって言われたんだけど、普通に閉まってたしね、昨日も夕方ぐらいで。で、ツーリストインフォメーションでも、結局その教えてもらった番号をかけても微妙だし、なんかもうじゃあどうすんのって、どうすんのって感じなんでね。でも、もうツアーだけはとりあえず行かないと、ここに来た意味がないんでね、ツアーは行きますけど、その先マジどうしようと思って。チェックアウト最悪したらもうほんとそこからは歩いてもうどっか安いところを探すしかないかな。また同じところを泊まってもいいけど、もう1万ぐらいするんでね、結局。さすがにもうそんな無駄なお金は使いたくないなっていうのはあるんですよね。まあほんと困ってる。その、行く先が。これからどうやって進んでいこうかなっていう感じですよ。はい、一応9時のねツアーで申し込みました。昨日いろいろ話をね、してたところで、だけど3万とか言われたんで、いやいや2万5000でしょって言ったら、そうだねみたいな感じで危ないですね、気をつけないと。この辺りのご家族と一緒に行く感じになるのかなと思います。はい、ポンチョみたいなの着て、ライフジャケットつけてみたいな感じ、結構装備が大変ですね。すげえなんか微妙。まあこれでなんとかなるんでしょう。Thank you.
expuestos mientras la roca de mármol, digamos así, fue como retrocediendo. はい、ということで戻ってきました。あ、結構良かったですね、個人的には。よくね、見る写真で見る景色とは若干やっぱり違いますけど、それでもやっぱ造形美というかすごいなと思いますし、今回フルのツアーで来ましたけど、いろいろ見れて非常に良かったです。結構満足。あまりね、写真と本当同じようなものを期待しちゃうとね、ちょっとがっかりするかもしれないけど、いやでも個人的にはかなり良かったなと思ってます。ということで問題はね、この後なんですよね。全く何も決まってないっていう、どうやって移動しようかとか、その方法もね、今のところ ないのでどうしようかなって感じですので、ちょっとこれからまたいろいろ探してみたいと思いますけど、はい。一応今その昨日の WhatsApp のね、ボイスメッセージをこのトゥリストインフォメーションの人に聞いてもらって、なんて言ってんのって聞いたら、なんか結構北の方の町から来るから、まあちょっと時間がかかるというのと、で1時半くらいにはトランキーロに着くよと、でそこから GH こう3時間くらいかかるって行けますみたいなことを言っているらしいんだけど、ほったかどうかも分かんないんだよね。でとりあえず1時半から2時ぐらいまでにターミナル、さっき行ったバスターミナルっぽいところに、来るっていう話でした。で今12時なんで1時間半ぐらいあるんで、まあ、ちょっとお昼を食べつつ待って、それでもダメだったらどうしようね、もうどうすることもできないんで、もう一泊どっか部屋を探して泊まってる間にちょっと情報を収集しようかなと思います。はい、一応このバスターミナルというか、ここでもう一回聞いたんですよ。そしたら向こうのところコーナー、まあ、ガソリンスタンドがあるんですけど、多分その辺で1時半ぐらいに来るからって、一応チレチコって書いてあるからって言われました。まだ12時10分ぐらいんで、まだ1時間以上あるんでね、どうしようかなって感じなんだけど、一応ちょっとこうさ、ホットドッグ的なのをね買ってしまって、ここからどこで時間を潰すかっていうのが問題なんですよね。ネットも繋がらないんですよ今。 SIM の調子が悪いのか、この電波状況が良くないのか、そういうのもあって非常に今困ってますけど、一応なんとか行けそうだなっていうのが分かったんで、まあいいから1時半とかその辺で待ってればなんとかなりそうな気がするんで、まあ、とりあえずは良かったです、そこだけ。はい、バンが通るであろうところのお店レストランに入ってきました。とりあえずもうまだ1時間ぐらいあるんでね、ちょっとまあ高いんですけど、ここで軽く食べようと思います。はい、頼んだのが来ました。オムレツですね、あと紅茶。
今、この奥の方のお店で、ご飯食べてました。で今1時15分ぐらいかな。であと15分ぐらいしたら、おそらくここにそのチレチコ行きのバンが来るんだと思います。一応いろいろ聞いた結果で、結局いくらなのかも分かんないんだけど、まあ、とりあえずこの辺で待ってようかと思います。もう本当にそれでも来ないんでダメだったらしょうがないから、どっかもう一泊とかして他の方法を探すかしたいと思いますし、あれがそうなのかな。でできればこのままでチレチコっていうか、その先のアルゼンチンまで行きたいんですけどね、ロスアンティゴスっていうところへ。それが果たして行けるかで、なんかずっとピーピーやってるから、この車はもしかしたらそうなのかなとか思いつつ、どうなんだろう。